くり。もう出れるもんやと思ってたからさ、出られへん。びっくり。まあ15日は出ますけどね。神サラサラありがとう。今日もおろしにしました。浦部さんバラありがとう。しゅんこめっちゃ可愛い、ありがとう。8月15申し込みました。おお、会えたらいいね。みさりちゃん出るので行きます。え、ありがとう。俺も今月からちょっと返信して、知ってるよ、呼んでるよ毎日。みそらのモバメの返信の呼んでる回数なめたら飽きまへんで、めっちゃ呼んでますよ。ありがとね、いつも。みそらちゃんももうすぐ生誕祭だね。本当だ、もうすぐ年取りますよ。山ちゃん結婚してありがとう。愛が足らんって上の人が言ってる。もうなんかさ、まなみそらはさ、もうなんか愛を確かめ合うような仲じゃなくない？もうなんか安定やん。なんか何があってもうちらは相棒みたいなさ。だから なんか何も言わなくても一緒にですね。まなみそら唯一お互いオーディション期間から共に頑張ってきた仲だというのに、ちょっと寂しい。みそら先生、妖怪ウォッチ買ってきたけど、おお、仕事が早いね。何していいか分かんない。何していいか分かんない。妖怪ウォッチ、メインストーリーとかもやったことない。まずはあれだよ、メインストーリーをね進めるんだよ。ちょっと攻略本取ってくるわ。あれだよ、妖怪ウォッチはほんまにそのまま進めるんだよ。多分最初ストーリーじゃなかった。もうなんかみそらはもう最近データ消してやってないけど、なんかあれだよ、一番最初の多分ケイタでやってんのかな。なんか妖怪ウォッチに出会ってなんかいろいろやるよ。奪うねとかと戦うんだよ。多分何もせんでもなんか矢印とか導かれるんじゃない、最初のうちは。メインストーリーでそれをやって、それが終わったらなんかクエストとか やったら楽しいよ。テスト終わったから毎日返信する。あー、テストお疲れ、ほんまよう頑張った、ありがとね。もう無理なくね、みそらも無理なく書いてるから、みんなも無理しないで。お互い様でいいよ。にゃー、ルームその編集ありがとう。いいよ、まだまだ返すよ、これからも。楽しみにしてて。劇場でパフォーマンス見たらいつ行けるんだろう。まあ、みそらはいつでもいるので。いつでも来てください。モバメの編集の挨拶文のレパートリーがなくなりつつあって困ってるね。みそらもだってブログいつも困ってたもん。それでは何々のみそらがってさ、何もしてない時どうしたらいいんやろうとか思って、なんか電車で目の前の窓から風がめっちゃ吹いてて寒いですとかやったらさ書きやすいけど、家で何も考えずに書いてる場合どうしたらいいやろうとか思って、そういう時はいつもそろそろお腹が空いたなと考えてるみそらがとか言って、気持ちを書いてました。これはどうですか、気持ちを書くっていうのは。生誕ティーのデザインもう出してきたよ、提出した、イエーイ。ではみんなね、昨日見せるハードル上げすぎたから、あんまり期待しないでください。あんまり期待しひんかったらお可愛いやんってなるかもしれへんけど、みんながみそらちゃんめっちゃセンスいいの作ってくれてんねやろなと期待したら期待を裏切るかもしれない。絵が下手くそやからさ、思い描いてるデザインが伝わってたらいいんやけど、伝わってなかったらちょっとやばいです。だからみんなほどほどに楽しみにして、どんなデザインが来てもまず全肯定してください。可愛いねって。何どんなデザインでも可愛いって言ってほしい。まずは場面の返信サボってて申し訳ない、自害。そんなこと言わない、いいんだよ、返信するためのツールじゃないんだからさ、それを責めないで。もう受け取って呼んでくれてるのがまずいいんだからさ、もうそんな返信できてないからとかでそんなこと言わない、いいんだよ、いつでもいいんだよ本当に。とりあえず虫集めてますわって。それ絶対妖怪ウォッチじゃないよ、それ虫キングとかになってんのよそれ。違う、とにかくストーリーに沿って進めたらいいと思う。そのうちなんか過去とかにも行けるし、結構進んだらなんかゲラゲランドとかね出てきて、なんか行ける場所も増えてきたりとか、
あとあのそれぐらいになって、あんま喋りすぎてもあれやね、ごめんね。それぐらいになってきたら、あのなんかゲラゲランドからあのふくふく超特急っていうね、金色の列車がマジで運良かったら何回に1回で、運悪かったら何百回に1回ぐらいで走ってくんだけど、それに乗ったらあの満腹太田福駅っていうとこに行けて、光オロチっていうね、そこにしかいない限定の妖怪とかがいて、そういうのを集めるのも楽しいよ。喋りすぎたねすぐ喋りすぎたから、そういうストーリーを進めた先にあるものも楽しいし、まずはストーリーを進めるのも楽しみだね。とにかく一旦ストーリー進めよう。うんうん。よしけんさん、だるまありがとう。みそらさん、10日お客さんお客さんとして行こうかな別に対応の差激しくないですよ、ごめんなさい。そう見えてたら、みんな平等に読んでるつもりではいます、ごめんなさい。みんなあのどうしても読んでほしいコメントあったら、もう 何十回でも何百回でも送ってくれて大丈夫なんでね。ごめんね、どうしてもちょっと平等に読もうと思ったら全員は読めなくて。ちさちゃん、ココナッチュありがとう、ありがとうね。当日セーターありそう、わからん。まあ当日ミスラ何も予定ないから、てか基本的に何も予定ないから、別にいつでもミスラは大丈夫なんですけど、全然まだ予定はわからんね。みんな何日がいい逆にみんなにお聞きするは、何日がいいかな。よしけんさん、だるまいっぱいありがとうね。しかも紫だ。ミスラちゃんにつられたローマルがあるな、つられたローマルなお、久しく会ってないわ。ゆるゆる届いたよ、いいね。みんな 3DS 楽しんでますか。つられたローマルってあれな、ちょっとミニボスみたいなやつじゃなかった、違うか。久しく、ちょっと待って、つられたローマルどこすぐ本読み出すやつ、ちょっとみんな待ってな、俺配信すんで、ちょっと待ってつられたローマルって何やったっけ、調べた方が早いやん。いやダメやって、こうやってネット頼るからあかんねんって、現代の人は。そうだよ、攻略本見た方がいいよ。いやでも一旦調べる みんなのこと置いてけぼりすぎるやろ、ちょっと待って、ごめんな。ほらちょっとボスのやつやろ、あの自分がちょっと不有利になったら魚釣ってそいつ味方にするやつ。全然弱いけどね、ミニボスみたいな。でも3やったら仲間になんの、釣られたローマル。真打ちの時はただの敵やのに、びっくりや。よいしょ、はい何番に持ってったけどすれ違いゼロだったね。なんかツイートとかで見かけたよ、すれ違わなかったって。悲しい。もう 3DS の時代って終わっちゃったんですか、世の中。タツさん、ハートありがとうございます。ミスラちゃんと同じ年なんです。知ってる知ってる、もうだから親近感がすごい湧くよね。ありがとうね、ミスラ。あの同い年の方がね、本当に今までいなかったから、もうレアです、 SSR ありがとうむのみそらがでも、いや確かにな、 むのみそらが本日のブログをお送りしますよ。でもそういう日があってもいいかもね。水曜日の夜からみそらちゃんのまま、水曜日っていつ、今日何曜日、今日日曜日か、日土金木水、5日前東京行った時ぐらいかな。ありがとう、毎日あれですね、楽しんでもらえたら嬉しい。今日も0時まで、いや今日は多分0時までかかんないですよ。あと8人の方にねお礼するので、挨拶なんて何でもいい。ほんまに、ほんまに、ほんなら無のみそらがって書いてもいい、ほんまに無やったら、あのブログの書き出し文あれをさ。でもなんかみんなが楽しみにしてるって言ってくれてるから、なんか無のみそらがって書いていいのかなっていう、その葛藤がある。今あれをなんかみそらちゃんのブログのあそこがいいんだよねみたいな、なんかめっちゃ言ってもらうから、なんとかして書きたいんだけど、
みんなにね楽しんでほしいし、でもほんまに無理やった場合どうしたらいい。あれをね見せたらフィクションにはしたくなくて、やってもないのに、それでは魚釣りから帰ってきて本日の大量の魚をさばいているミソラがとか言ってさ、そんなありもしないこと言いたくないから正直に行きたいね。だからあのお気に入りのグミを見つけてハッピーなミソラがとかさ、いつももうそんなしょうもないことでも書いてるからさ、ちょっと無でも無でもいいのかなっていうね、無葛藤中です今。無でもいい、みんな無でもいいかなフィクションにはしてくない、いいですか生誕祭当日にしてほしいなね。当日やったらめっちゃテンション上がるよね。なんか今まで誕生日はさ夏休みの最中すぎて誰にも会って祝ってもらえなかったからその分連絡は届くけどさ、なんか会って祝ってもらえることが今までほんまに人生で全然ないから、みんなにね当日会えたら嬉しいなって思うよ。本当に会いたい。どうなるか分かんないけど、公開収録の日勝手に気づいてもらえたと思ってないけど目あったよ、ね、気づいてるよ目あったよ、微笑んだよ期待値が爆上がり。じゃあやめて、あかんよ。やっぱなんか最初ファーストリアクションでもみんなめっちゃ可愛いからほんま期待しててみたいな言ったけど、あれはやっぱ取り消すからあんまり期待しないでください。個人的には結構気に入ってるんだけど、でもこれを気に入ってるとか言ったらまた期待値が上がると思うから、もう何も言わんときます。もう乞うご期待、この言葉に全てを詰めるわ、乞うご期待です。はい好みか好みじゃないかもうあなた次第です。楽しみにしてて、適度に待ってます。いいよ適度に待ってて、ほんまにタツさんレインボースターありがとう。15日の声申し込んで当たりますように、あ当たりますように、当たりパワーありがとう。かわいい素振り素振りでもありがとうね。素振りっていうそのカッコ書きがもうなんかオタクの血筋を感じて、ミソラは嬉しいよ。ミソラもよくやってたもん、カッコ素振りみたいな、あの何やったかな、推しのガチャが来る前とかに誰々くんの SSR 引けましたかっこ素振りとか言ってやってたな。ヤマトシさんヤシの木ありがとう。昨日のアイコンめっちゃ可愛いのいっぱいだったし生誕ティーも来た。いやアイコンはねそれみんなへの愛があるから可愛く描きましたけど、ちょっと生誕ティーは自分から自分への愛になってしまってちょっと下手くそな可能性があります。でもあんまりあのガチャガチャしてないデザインにしたつもりだから、あの来やすいのではない。あもうだこういうことを言ったら期待が上がるんだよね。まあまあまあ楽しみにしてて、ほんまに待って、平八さん解明してるやん、平久さんになってごめんな、昨日タコの足9本生えしちゃったから、平久さん、平久さんになってる、かわいい、ありがとうねまあみんなどんなデザインかね予想しながらちょっと楽しみにしてて。今もうねなんか喋ったら全部ネタバレになっちゃいそうで、みそには怯えてるからちょっとねネタバレしたら怒られそうやから、ちょっともう何も言わんとくわ。もう楽しみにしてて。てか前髪悪すぎよね、ちょっと待って、よいしょオッケー、前髪悪すぎ問題解決したいと思います。おう、おう、生き返り。一方的にご飯を送りつけるのが好きです。まあそれによってミソラのお腹がどうにかなってしまうということはあの頭に置いておいて、まあでもそれをお店まで教えてくれたらミソラほんまに美味しそうやなと思ったら行くわ。みんなからのおすすめ口コミをね聞きたい。第三章ありそう、ちょっとあかんわ、あダメだよ、本来のお礼配信という目的を見失ってはいけないよ。今日も喋りすぎやってみそら、もう20分ぐらいまだ一回もお礼配信のおの字も言うてへん、ちょっとみんなほんまごめん。妖怪ウォッチ元祖本家新内、新内新内、みそらは新内やってます。ちょっとね元祖本家派の人がいたらちょっと申し訳ないんですけど、みそらは新内で新内やってます。島城さんかわいい、ありがとうございます。タツさん
何だっけ、ココナッツありがとう。土日希望、土日希望の人ちょっと多いね。当日やったらでも木曜日なんよね。でも土曜日の方がみんな来やすいよね。じゃあ土曜日の方がいいんかな。じゃあ土日であるよう願っとくわ。リスラはいつでも空いてるから。土曜日希望多いな。当日生誕がいい。そうやね。まあミスラはどんな形でも祝ってもらえることがまずまず嬉しいからさ。ちょっとめちゃめちゃ時差あるね。コメント。ごめん。浴衣のツイート X 可愛かったです。なんか X のさツイートってなんて言うんやったっけ。リツイートはリポストや。あ、だからポスト？ポストかな。でもミスラまだあれやで、更新してないからアプリ。まだミスラツイッターやで。まだ選ばれし人間やで。まだツイッターです。すごくない？あ、浴衣ありがとうございますね、見てくれて。日高浩二尊いありがとう。ごめん全肯定したいけど 3DS の時代は終わったとか言わない。終わってないからね。ミスラはまだまだ 3DS を楽しんでいくよ。おとついは久しぶりに公園でミサラちゃんのパフォーマンス見れて幸せでした。いやー、ありがとう。なまってなかったかな、ミソラ。ちょっとさ、自分で DMM 見返してさ、なんかここもうちょっといけたなみたいな、ここもうちょい蹴れたなとかさ、いろいろあって、まあその分次が楽しみ。今次はもう 150% 出し切りたいな。この間ちょっとところどころあれやったから、ちょっと次もし来ていただける方は、もうミソラが今日は 150% で踊り狂ってるんやと思って楽しみにしてて、この間もね来てくれてありがとう。ほんま書き出しは正直に、書き出し正直に行こうかね。ちょっとね、大量ですとか言わんとくわ。内容気にしててメールの返信、自分の一日を勝手に紹介してる。いいよそんなんでも全然。あのなんかさ、ミスラもこの気持ちめっちゃわかんねんけどさ、相手の書いてくれた内容に合わせてそれに沿って返信をしようと思ったらちょっとしんどくない？なんか相手の文もさ、何回も読みながらさ、こうやって書いてるからこうやって返信しようみたいなさ、なんか逆にしんどくなってくるから、なんかほんまにみんなは心のままに返信とかコメントとかしてほしい。もう全然なんかミスラがみんなの頭を悩ます原因になりたくないから、なんやろ、お前それこそミスラもちょっとさ、連絡とか取んの結構苦手な人やねん。かなんか相手が送ってきてくれたことを踏まえてこっちはめっちゃ考えて送らなあかんって思うから、なんかすごい粋な返信ができひんのよ、普段のね連絡とかが。だからそういう返信の負担とかもわかるから、もうみんなはほんまにミスラへの返信を今日の一日の振り返りにしてくれてもいいし、なんか今日こんなムカつくことがあったとかあればそれ言ってもええし、もう何でもいいんだよ本当にね。だからそのミスラちゃんがこの内容送られてきてどう思うかなって、もうそういうところはあんまり気にしないでいいよ本当に。返信って意外となしんどいよな。だから全然そういう使い方でもいいやで、全然自分の一日を紹介とかでも、ミスラはそれを読んで楽しむから。何でもいいやで、ほんまにありがとね、いつも読んでくれて。ちょっと例えの癖がねやばかったね。今日は釣りに行って取りまくってみたいな、さばきまくりでみたいな。さすがにそれは書かんけどね。何も思いつかない。あ、それも確かにありやね。何も思いつかないミソラがみたいな。本当に150センチあるよ多分。でも分からへん、なんかあのメジャーみたいなやつを壁に貼ってあるとこで測って 150.3 センチやったから、もしかしたらそのメジャーのなんか位置関係によって、もしかしたら151センチかもしれんし149センチかもしれない。もうそれは真実は闇の中ですね。まあでも数字として出た結果が 150.3 センチなんで、まあ、150センチとして生きていきますよ。伸びたいけどね、もうちょっと。ちょっとめっちゃ時差があるよね、ほんまに申し訳ない。時差でしかない。深夜さん花束ありがとう。これ俺ちょっとほんまごめん、これ俺配信なんですよ、ほんまにごめん。ほんまごめん。そう、昨日ね配信の後にアイコン変えてくれてる人もたくさんいたんやけど、やっぱり配信越しやからちょっと画質がね申し訳ない部分があったから、今日この配信切ったら全部綺麗に写真撮ってね、あのあげますよツイッターに。だから待ってて。でも早速アイコンにしてくれたみんな本当に大好きだよ。
ありがとね、ほんまに。もうしゃべりすぎちゃう、ほんまに。もうみんなさ、ミサラがしゃべりたくなる話題をめっちゃ振ってくれるからさ。もうごめん、ほんま。今日は飯てるないよ。今日はなんかいっぱい食べた。ママが作ってくれた豚汁めっちゃ美味しかったよ。豚汁も最高で、あの最近買ってもらったドレッシングにレタスとキュウリとキャベツで食べた。めっちゃ美味しい。これになんか鶏のもも肉みたいなの入ってた。で、あとこれは個人的な好みで辛ラーメンを食べた。なんなのほんまに。もう辛ラーメン食べた。辛ラーメン、しかも焼きそば、辛ラーメン焼きそば食べた。ちゃう、あのな、今減量中の人いたがほんまに申し訳ないんだけど、ミスラは今逆にママにもうちょっとだけ太りなさいってね言われて、あのいっぱい食べてるんですよ、特に夜ご飯を。でも今日なんてね、ママ朝ご飯からね、これ1人前やでとか言ってさ、絶対明らかに 1.5 人前ぐらいありそうなさ、丼朝ご飯に出してくれたんですよ。いや美味しいねんけど、おーいてーと思って、これ1人前からこれ食べきらないとあんた今日あかんでとか言って、絶対的に 1.5 人前がある丼を出されて、1時間ぐらいかけて食べました。もう胃袋がね、もう ちっちゃくてね、なんか DMM 配信を見て、もうちょっとだけ味噌らはね、お肉をつけた方がいいのではないかとママが思ったらしくって、今もうちょっとだけプニッと塩作戦でございます。京都の花火どこでやってる？え、今日もやってんの花火。昨日はなんかあれですよね、淀川みたいな やつやってたけど、ミソラはその間にもみんなとね配信で会ってたんですけどね。まだツイッターなの一緒、仲間じゃんミソラね。あの多分容量がなさすぎて自動更新されへんから、自ら更新押さへん限り X にはならないと思う。多分ね。白米さんかっこいい、ありがとう。しゅうくん結婚して。ありがとう。そう、もっとそうだよ、自由に変身していいよ全然。お堅く打つのが好きな人は お堅く打ってもいいし、そのなんか内容にさなぞらえまくって変身するのがちょっと苦やなみたいな人はもうフランクに送ってきてもいいし、逆にそういう変身するのが趣味なんですとかやったら、もうね、ご丁寧に返信してくれてありがとうって思いながら読むし、もうみんなの負担にならない感じで言ってほしいなっていう感じよ、本当に。きっぺいさん、あーこれまた名前忘れた、ココナッツありがとう。今何時？10時23分。え、今は27分です。4分の時差が生まれてしまいました。携帯立てにしたらコメントどっか行っちゃった。どこまで読んだっけ。仕事よりラジオネームで悩み中。心の一句読んでるやん。ラジオネーム悩むよな。みそらも昔あの声優さんのラジオとかにちょっとたまにお手紙とか送っててんけど、ラジオネームめっちゃ悩んでたわ、ね、本名で行くのもちょっとなとか思ってね。みそら顔もめちゃめちゃ小さい。ほんま？顔小さいかな。ありがとう。まあ身長もちっちゃいからね。今日の味噌メールはあと1通届きます。このペースで頑張れば、いや終わりますよ今日。ちょっと半さやね、半になったら始めよお礼配信。ちょっとね、最初の30分はラジオとかでもさ、最初の1分は一人語りみたいなのあるやん。あれがミスラの場合はあの30分だったよっていう感じで。てか30分も喋ったの、もう早いね。食べながら電話してくるとも嫌だ。確かにね、耳元で咀嚼音ちょっと嫌ですけど、まあ、テレビ電話とかだったらいいんじゃないですかね、食べながらでも。豚汁いいでしょう。豚汁めっちゃ美味しかったよ。自分で振っといてないけど飯汁まで拾ってくれて、ちょっとないろんなコメントちょっと拾いたすぎて喋りすぎちゃうや、みんなごめんほんま、喋りすぎて。前髪が眉毛あたりにあるから、あーそう、切ってもらったんですよこの間の公演の時に、だから余計かな。確かにね、繋がってるように見えるかも。繋がってないよ、繋がってないよ。辛ラーメン美味しいよね、
辛ラーメン、しかも焼きそばだよ今日は。辛ラーメン焼きそば、みんなさ多分辛ラーメンは食べたことあると思うねんけど、辛ラーメン焼きそばってあんま食べたことないんじゃない？めっちゃ美味しいよ。あのまた違う味がする、辛ラーメンと。なんかベースは同じやねんけど、めちゃめちゃ美味しかった。そう、ママにゃんこね、朝から丼ぶりだったよ。あ、しんさん、ちょ、しんさん、私昨日ねご不在だったんです、しんさん。だからあの書いてほしいアイコン考えてください。書きます。17位ありがとうございます。急に始まった。17位しんさんありがとうございます。書いてほしい絵考えてください。そう、健康的な、そうね、アイドルとしてなんか見てて人を心配にさせない体型を作ってくれという感じでね、お母さんから今食生活を支えてもらってます。食べたらすぐ寝たら、それただただ太るだけじゃない。ちょっと健康的になりたいんですよ、みそら。ちょっとなんかね、ほら、ちょっとほっぺたの影とかがちょっとあれみたいで、もうちょっとね太ろうかというあれでございます。宇治の花火、見たことないかも、みそら。あんまり花火大会行ったことないよね。こう見えて、どう見えてやねんな。全然花火大会に行ったことないから行きたいな。タツさんアイスクリームありがとね。15日の声、みそらちゃん出るなら当たるか分からんけど、ポチろかな、ポチろかな。いや当たりますよ絶対、みそらがパワーを送るので。配信見られる限界の時間来てしまった。今日も配信、ごめん、あの書いた絵さ絶対にツイッターに載っけます。ありがとね、限界の時間まで喋り尽くしてごめん。ありがとう、ひろぞうさんありがとね。後ろの時はちょっと2分ぐらい遅れてます。ラジオネームは味噌ラーメンにしました。なんか推しに合法で名前呼んでもらえるじゃないですか。でも本名で味噌ラっていうのはちょっと嫌やったんで、味噌ラーメンっていう名前にして、味噌ラーメンの味噌ラーで切って、味噌ラって呼ばれた気分になるっていう。やってました、ラジオネームは。はい、今夜かと思った。今夜本コアがあるかと思ったら今度なんですね。めっちゃ楽しみ。もうみそらも本コアと世にも奇妙な物語はもう欠かさず見てるので、めっちゃ楽しみですね。今夜かと思ったわ。中小原さんかわいい、ありがとね。ラジオネームドレミファソラシドさん。読む方もちょっと困惑するような、こいつ音階名乗ってきたけどみたいな。今日漬物大好き、しば漬け大好き。あ、しば漬け美味しいよね。みそらはピンポイントなんですけど、まあ、昨日食べてたたくあんとかも好きなんですけど、一番好きな漬物はあの新京極にあるね、内田の漬物っていうお漬物屋さんのあのあれです、山芋わさびがめっちゃ好きですね。他の店の山芋わさびも好きなんですけど、内田の漬物の山芋わさびがもうこの世で一番好きなお漬物です。ちょっとみんなほんまに食べてほしい、騙されたと思って。めっちゃ美味しい、絶対絶対に食べてほしい。ちょっともうそろそろちょっとねお礼配信しようか。ラジオネーム味噌ラーメン田中、あ、惜しいね、ラジオネーム味噌ラーメンだったよ。惜しいね。惜しい、これ時差あるから味噌らが言う前に書いてたやろ。すごいね、そうだよ、味噌ラーメンさんだったよ。アイコン誰でも使って OK なやつ用意してくれたら嬉しい。あ、いい案やね。どうしよう、みそにゃんこっぽいアイコン書く？お礼配信、その順位としてある方へのアイコンとは別に、今回のイベントは何よりもねみんなに支えてもらったので、そのみんなが使っていいよっていうアイコン書きますか。いいね、いい案だね、ありがとう、それ使わせてもらおう。蒙古タンメンも美味しい、ほんまにほんまにわかる、前蒙古タンメンも食べたよ。辛ラーメン焼きそばって麺が美味しいの？いや、なんやろ、麺も美味しいねんけど、なんか普段はなんか汁に美味しさが詰まってる感じが麺自体に絡まってるから、なんやろ、旨味がドーンってくる感じかな。めっちゃ美味しい。韓国かける日本やけど辛いもの食べれません。まあね、遺伝とかもあるかもしれんけど、まあでも韓国ってすごいね辛いもののイメージあるけど、
まあ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 関係ないか。でもちょっと意外って言ったら意外やね、確かに。まあ無理して食べたらね、ジンマシンとか出ちゃいそうやし。辛ラーメンは絶対食べたらあかんね、辛いもん苦手な人は。めっちゃ辛いし。みそらちゃんの誕生日はお祝いしたいけど、自分の誕生日は来てないかな。あと18日ってことは 6+18 は20。あ、みそらやん、みそらの誕生日じゃん。18日やった。あと浴衣似合いそうですけど、浴衣着てますよ。昨日か一昨日ぐらいに TikTok も載せましたよ。みんな見てくださいね、コメントも見てるので、よかったら。ちょっとそろそろほんまにラジオ体操ちゃうわ。俺配信しよう、俺配信しよう、ほんまに。電波時計、これ電波時計じゃなくてね、電波時計っぽいかっこいい見た目してるけど、ただの時計で普通に2分遅れてるんですよ。お母さんがね、ネットで買ってくれました。新京極のめっちゃ奥の方です。結構奥まで歩いたら、思いっきりうちだって書いてある漬物屋さんがあるので、そこにねある山芋わさび食べてください。お高くはないと思うよ、そんなに。田中つけるか迷ってネタに走っちゃった。でも当たり味噌ラーメンでしたよ。お茶漬け大好き。あ、お茶漬けにしてもね美味しいよ、ほんまに。よし、そろそろ書こう。喋りすぎちゃうよみんな、もうダメ、ほんまに。次世代婚とウーカさんの卒婚密着の YouTube 見てました。あ、ありがとうございます。次世代婚ね、見守ってくださってありがとうございます。印象に残ったことですか。やっぱ次世代婚はもうね、切っても切れないじゃないですか、話する中では。まあオーディションがあったんですけど、まあ、オーディションに応じて選ばれた立ち位置とそうじゃないやつがあるんですけど、結構先輩に混じって1列目とかに行かせてもらうこともあって、でも1列目に行った時に限ってめっちゃ緊張して間違えちゃって、すごい悔しかったんですけど、やっぱね、あんな大きいステージで見る1列目からの景色はめっちゃ印象に残ってるので、またね、ああいうチャンスをまた掴みに行きたいなと思います。やっぱり前の列に行けば行くほどね、あの見られる景色の感動というか、またこの位置に行きたいなって思うのでね、もっともっと上を目指して頑張りたいと思います。今日は何時まで、終わるまで書きます。よし、みんな喋りすぎたよ、ごめんね。再開します、昨日の続きやります。まあそうですね、次世代だから7、8、9しかいなかったので、その中で1列目に行かせてもらえたことも嬉しかったんですけど、いつかは NMB 全体のライブやったとしても1列目に行けるぐらいの人間になりたいです。ムーチョさん、ヤシの木ありがとうございます。無音で見ててもね、ちょっとミスラは動きが激しいので、それを楽しんでください。あ、噂をすれば8位タツさんですよ。ちょっと一瞬だけ無音じゃなくなれたりするかな。今日は8位からです。やったー、35分間一人で喋ってまして、はい、8位タツさん、無音の中で見てくれてありがとう。一瞬だけ音上げたりできますかね、タツさん、ありがとう。書いてほしいあのアイコンがあったら教えてほしいんですけど、コメントしていただけたりいたしますでしょうか。パチ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 、ミスラがこれコメント打った方がいいかな。タツさん多分無音で見てはるから気づいてないよね。うちだの漬物そうだよ。ミスラちゃんならなれるさ、ありがとうね。いつかね、なれるように頑張るよ。あ、タツさんエコ何がいいですか、代理。ありがとう、助かる。また幼稚園児の衣装で、幼稚園児の衣装限定じゃないけど、まあ、幼稚園児の衣装でも前出たいですけど、何着てても前に出られるような人間になりたいですね。やっぱりやっぱさ、後ろに行けば行くほどなんか
誰かと被って隠れちゃったりとかしてすごい悔しい思いするので前に行きたいですね。あ、シンさんもそうだ、書いてほしいもの教えてください。昨日ちょっとシンさんだけね書けなかったのでアイコン教えてください。幼稚園児の人ドハマりでしたね。ドハマりでしたか？痛くなかったですか？この年齢にもなってゴスロリ、ゴスロリかな、ゴスロリ。実はミソラね着てる写真あるんですよ。しかも3着ぐらい、めっちゃゴスロリに興味があって、でもちょっとお高いから、ゴスロリって買うまでにはちょっと至らないというか、まだちょっとね無力なので私は買えないので、仲良しのねバイト時代の先輩のお家に行って、ゴスロリの服貸していただいて着たことあるんですよ。その時の写真がね山ほどあるんですけど、ちょっとあまりにもゴスロリって好き嫌いがあるというか、なんてやろう、お気に召さない方もいらっしゃるじゃないですか。だからいつ世に出そうかなっていう悩みです。ですです。出してもいいですか？結構なんかメイクもゴスロリに合わせて濃いめにしてるし、あんまりゴスロリ好きじゃないよっていう人もいると思うんですけど、いいですか？乗せても乗せたいんですよ。将来選抜メンバーに入ってほしいです。絶対入ります。入れるように頑張ります。本当に少しでもねチャンスがあったら、自分が一番目立てるようにね今頑張ってるので、それがいい結果にいつかつながったらいいなと思います。エンジの姿が一番可愛い。なんやって、嬉しいけどさ他の衣装も言ってじゃあエンジの名札をミソラで OK。 エンジの名札やったらミソラめちゃめちゃ下手くそになる理由がないからね、絶対上手に描けるわ。ちょっと待ってて、エンジのなんか可愛いあれないかな、名札。やっぱバラとかかな。店の昔バラ組さんに入ってたことがあります。あ、どうしようかな、いやバラにしよう。あ、チューリップの方がいいかな、チューリップの方が可愛いかな、やっぱチューリップかな。ゴスロリのミソラちゃんみたい、ほんま。それがミソラであるならどんな姿でもいいよ大好き。もうそんなこと言ってくれるの、あれまで書きますよ。ご丁寧に、あれです、ピン。今ミスラが見てるイラストにピンが書いてあるので、ピンまで書いちゃいます。ん、真ん中のとんがりにこうなってて、こうやってなんか留め具みたいなやつがあるんですね。オッケーオッケー、味噌にはうまいかも。ほんで、あ、これ来ました、味噌には世界で一番うまい立証。やっぱちょっと幼稚園時間を出すために丸文字にしました。いいんじゃない、ちょっとお花散らしとこ、可愛くなるように。できましたよ。あら可愛いじゃん、引きで見たらもっと可愛かったわ。はい、しんさん17位みそらの名札です可愛く描けたんじゃない、ありがとね。すごいね、B チームと並行しながらやけど応援しに来てくれてすごい嬉しかったです。 B チームとね一緒にライブステージも出れるから、楽しみにしててくれたら嬉しいです。たくさん支えてくれて、おとついもね公演来てくれてありがとう、ありがとね。これよかったら使ってねありがとう、書けましたいいね、ちょっと今日もみそらは調子いいわ、うまいわ、さすが、さすがのミソニャです。うまいでしょ。ジローさんレインボースターありがとう。妹がめっちゃ笑ってますわ。幸先いいね、これ幸先良すぎるわ。ではでは行きましょう、この調子で。ここからは神セブンでございます。
みそちゃんありがとう。いえいえ、ありがとね、こちらこそ。ピッ。それでは神セブン選抜発表、神セブンでございます。はい、どどん、しんやさん7位です。ありがとう。しんやさんはさっきいてくださってたけど、今もいらっしゃるかな。妹ちゃんそうおるよ、隣の部屋に。多分電話してんのかな。すごい笑い声が聞こえてきたよ。しんやさんありがとう。パチパチ。みそにゃんこハウスの住人、あ、もちと麦書こうか。オッケー。うわ難しいな。あい猫ちゃん書くのは逆に難しいな。ちょっと待って、 iPad にもち麦の写真あるかな。あるかしら。あっておくれ。なかったらもうミスラの頭の中での記憶で書くわ。ないかも。これ見していいんかな。これこのさ iPad のアンスタで影平美香を引いた時のスクショが、しかもこのスクショめっちゃ下手やから、このさ出てきた瞬間のスクショ撮ってる。これめっちゃ下手やねんけど、これうっすら影平美香とかめっちゃ下手なスクショがあったわ。俊太くんレインボースターありがとね。この配信は絶対に見てないよ。恥ずかしいから見んといてって言ってるしね。いやもち麦なさそうやな。いやでもいけるよ。もうあ文字だけあった。文字がまず出てきた。いやでも麦ちゃん、あー麦ちゃんいないや。記憶で書くか。でも参考までに、あの餅はグレーで麦ちゃんがトラ、トラやからこれは書けますね。さすがに少しミスるの分かる。それよ、そうだから出てきたら興奮でさパシャパシャ撮っちゃうから、もうねいいタイミングとかもね逃しちゃうわけ。それでは書いていきたいと思います。ちょっと餅は見つつ、えい、これで下手くそやったらもう餅と麦に合わせる顔がないや。茶トラっていうか、なんていうの、なんていうの、キジトラって言うんやったっけ、なんか分からへん、キジトラやっけ猫のあれって。何でも調べちゃう。あ、キジトラです。キジトラ、キジトラです。麦ちゃんはまずは猫のねデフォルメを描きました。妹とは3歳違いです。で麦ちゃんともちは兄弟っていうか同じ日に生まれてんのに、麦ちゃんはこんぐらいでもちがこんなぐらいでかいんですよ。だその体格差もちょっと表現して、顔のでかさでね表現していきたいと思います。もちがこんなにでかいんだぜっていうね、横にもね、横にもでかいからもちは、それを表現していきたいと思います。麦ちゃんはねもうまさしくザ猫みたいな華奢でね、目がクリッとしてて可愛いんですけど、麦ちゃんはあとあれですね、口角がちょっとんっていう感じです。みそら一人っ、え、ほんま一人っ子っぽい。めちゃめちゃ姉やで、家ではちょっと麦ちゃんの口角のんっていう感じを再現しました。あらかわいい、あららら、かわいいわ。でここにねちょっとひげは後で描こう。で麦ちゃんはちょっと女の子やからまつげつけときます。ちょっとね、トラさんだからトラっぽいね柄もつけといて、でちょっとおひげも描いちゃう。あらまあ、かわいいじゃん。15日の声ポチってきました。ああありがとう、当たることをね願ってます。
4月12日のモバメにもち麦の写真ね、なんか結構前に送ったよね。もう一回また今度送ろう、ね、みんなには見せてないけど可愛い写真はね山ほどあるからね。もちは結構は鼻と口がちょっと 下っぽくあるんよね。んでちょっとなんか心なしかひげもちょっと下がり気味に見える感じですね。もちはグレー。うーわかわいいわ、我ながらめっちゃかわいいじゃん。はい、かけました。我が家のもち麦です。はい、あ、さっき書いたやつ。はい、深夜さんにもちと麦を書きました。もちはね、あの無地のグレーなんで特に柄はなく、こだわりはちょっと鼻と口が下目にあるのと、ひげがねちょっとデローンって下がってる感じがもちっぽいです。で麦ちゃんは虎っぽく、でひげをねチュンチュンチュンって描きました。めっちゃ可愛くできました。深夜さんもね、いつもこの間も声も来てくれて、いつもね本当に優しい優しいお言葉をかけてくれるから、いつもねみそらはもうファーって浄化されてます。いつもありがとう、本当にこれからもよろしくね。ありがとう、可愛く描きました。今日も今日とってみそにゃの絵が才能開花でございます。ありがとうほんまに。あとはちょっと机が汚い。深夜さんありがとう。いやこちらこそありがとね、本当に可愛く描きました。あ、セーフ、危ない、倒れちゃいそうだった。続いてちょっと待ってね。はい、6位次書きます。自画自賛、ええー、な、ちょっとほんまに我ながらさちょっと上手いなと思ってきて、漢字間違えちゃダメよみそら。はい、それでは次は6位です。デク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 チュン、リクパパさん、わーい、ありがとう。リクパパさんだよ。リクパパさんさっき言ってくれてたけど、いるかな今も。パパさん、パパさんって言ったあれやね、運動会とかで次はお父さんがリレーで勝負しますよとか言って、それではみんなのパパさん出てきてくださいとか言う、ね、あの時みたいです。リクパパさんありがとう。パチパチだよ、いるよリクパパさんはねお任せだよね。ありがとう。もみそらはね考えてやるんだ、リクパパさんには何を書くか。みそらのね勝手なリクパパさんのイメージ、それはサングラス、イケイケサングラスのイメージが。千人合わせにくい、ありがとうございます。勝手なイメージでね、ちょっとサングラスのイメージがある。パパさんでいいのリクの部分はなしでいいの？そこはすごい重要視してると思ってた。だからみそにゃの象徴である猫ちゃんをイケイケサングラス付けバージョンでね書こうかなと思っているんですが、どう思います？これでいきたいと思いますではでは、どうしよっかな、ちょっと上半身ぐらいまで描きたいな。これで猫ちゃんがいるでしょ。 TikTok のみせらちゃんの浴衣姿似合っていて可愛すぎた、ありがとう見てくれて。ちょっとねソロで TikTok 上げるのはなかなか勇気がいたんだけど、いいね77 なんかあれかな、わらわらとか歌おうとしたら間違えたから、
わ難しい。上半身も入れるってなったら一気に難しいぞ。猫ちゃん、えい、1234。あ、うまいわ自画自賛タイム来ました。これはうまい。でちょっと、あ、ちょっとサングラス難しいな。サングラス、サングラス、イラスト。なんでイラストって入れたらアラスカってなったんやと思う。今サングラスアラスカで検索しちゃった。イラストって入れたのにアラスカになった。なんかちょっと三角っぽい、三角っぽいサングラスないかな。あ、これ、あ、これね。ちょ、これちょっとあー面白い。いいのできたかもしれん。これはああ面白い。いいね。で次はこうかな。あ、ちょっと待って、左右非対称の鬼かもしれん。ちょっとほんまごめん。でこんな感じかな。サングラスにちょっと光も入れちゃったりなんかしちゃったりして、サングラスのねキラキラ感まで再現していくわよ。味噌にゃんこですから。あー、でもこれめちゃめちゃきたんちゃう。これほんで、あ、でもここに手がある場合どうやって出てくんのやもういろんなヒントに頼りながら。あ、その場合はこっからか。でお腹に、これ最高に活かしてるやんこれめっちゃいいかも。ちょっと最高傑作ができちゃった。 TikTok はランダム、ランダムっていうか別にその時にあげたい人があげてます。はい、ちょっと待って、これさ最高じゃない。見てはいこのサングラスのきらびやかな感じと、あのパパさんでいいらしいので、パパっていうね、この象徴とうまくない？これめっちゃ可愛いわ。すごいな、勝手なイメージね。なんかすごいイケてるサングラスをかけてるイメージがあったから、お任せということでね、猫ちゃんにサングラスをつけた絵にしてみました。もうね、本当にリクパパさんはね、ミソラが生誕ティーを作る前にもうすでにあの T シャツを自分で作ってくれたり、マスク作ってくれたりとか、もうすごいなんかミソラをたくさん愛してくれてるんだなと思うところがたくさんあって、いつも元気もらってます。もう本当にありがとう、出会ってくれて。この可愛い絵も描けたから、これ後でまた載せるから、使ってくれたら嬉しいな可愛く描けたよ。ほんまにいつもありがとね、愛をくれてありがとう。かわいい、ちょっと自画自賛やわ。これはさすがにかわいいわ。ちょっとみそにゃ、これちょっとイラストレーターデビュー待ったなしじゃない？これ、いや調子乗らないで、イラストレーターとして仕事してる人にちゃんと失礼ない行動をとって。オリジナルキャラだよ。オリジナルキャラっていうかもうね、もうリクパパさんのためだけのキャラを作ったよ今。アイコン企画ってそういうことだからね猫の絵極めたら商品、嘘やん、そんなに。別にニックネームがミソニャってわけでもないのにね。もうミソニャ公式ニックネームにしそうな勢いでミソニャミソニャ言うてるから。それでは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 チャンネル、弊社より発注したいやちょっと御社のね
発展にご協力させていただきたいです。それでは5まで来ました。依頼が来るかも。ほんま来るか。はい、5でででででんでんでん。佐藤さん、わーい、いらっしゃるかな。いやでも佐藤さんのリクエストはねもう聞いてあるんですよ。佐藤さんありがとう、ごいだよ、ありがとう。佐藤さんはねミスラとね数少ないぐでたま仲間なんです。だからぐでたまかニセタマを描いてって言われたんですけど、ちょっとニセタマはちょっと人間で見せる、人間の絵は本当に果てしなく下手くそなので、ぐでたまをね描こうかなと思ってます。佐藤さんのためにちょっと昔ねナンバー新しい夜明け大作戦でぐでたまを描いてお化けを生み出したことがあるので、ぐでたま描きます。うさやん、タツさんコメントしてらっしゃった。ちょっと待って、見逃してるわ。ちょっと待って、遡ります。見逃しちゃった、下向くからな、申し訳ない。どこやろ地下、ごめんどこやろ、タツさんどこだ。あ、リクエストではなかったけど、どこやろ。コメント見たいよ。ちょっとみんなごめんな。どこやろ、たつさんのコメント。せっかくね無音で見てくださってるから。あ、自分の番、そう、自分の番来てますよ。ちょ、え、なんて言おう、たつさんに何とかして伝えたいな。あのイラスト描いてほしいもの教えてくださいって。これミスラがコメントできひんのか。できひんよね、さすがに。たつさん描いてほしいもの教えてください。全然後からねツイッターにも載せるので、よかったらよかったら。タツさん見てるかな、タツさん、タツさんちょっと美容系 YouTuber みたいになるんですけど、タツさん感謝をイラストで描きたいので、よかったら描いてほしいものを教えてください。テロップに描いたらね、でも今来た人困惑するくない、何このこれって。ちょっとまたタツさんからコメント来ることを願ってちょっと待ちますね。その間にミソラは佐藤さんのぐでたまを描きます。うまく描けるかな、難しいな。ちょっとねでもぐでたま好きとしてここはちょっと本気を出さないといけない。何描くって字も描ける。え、一応ねこのアイコン企画やから、そのね、アイコンをね使える、別に強制的に使ってってわけじゃないんですけど、なんかねリクエストの絵をね描きたいんですよ。字は字でのお手紙とかでもねいいんですけど、一旦ね企画としてはそういう感じなので、難しい。ぐでたまにしては丸すぎたかも。あ、確かにタツさんのために紙書くか。ちょっと待ってね、ぐでたま一旦ちょっと待ってね。このタツさんがいつか戻ってきてくれること、イラストのリクエスト、やばい、字が開業気持ち悪いところしちゃった。しますをさ開業する人いる？なんで20位からにしたん？なんか10位から上だけやったらなんかなーと思って、少ないというかさ、なんかなんやろ、難しいな、なんか言葉にすると難しい。だからといって20位よりも下の人が頑張ってないんかって言われたらそういう意味でもなくて、なんやろ、20位が一番なんかいいかなって思ったんです。あ、見えないわどうしよう、難しい。ちょっと待って、
見える？ちょっと画角変えたけど、これでいいかな。タツさんが次来てくれた時にこれを見てくれることを願って。見える？ OK。 じゃあミスラはこのままグデタモをね書き続けていきます。ちょっと本格的にミスラはやっぱ下手かも。生きてる？よかった。いや先に卵描いちゃうか。卵でね最後に失敗して心折れるのはちょっと嫌なんで、先に卵を描いちゃって。あ、うまいわ。急にミスラの時代来ちゃったわ。あーいや、こりゃかわいい。よいしょ。あーでもどうやろ。あ、かわいいわやっぱり。ちょっと待って、かわいい。佐藤さん今いらっしゃるかわからないけど書けましたよ。あらかじめリクエストくださってたので。はい、ちょっとかわいすぎんか。ちょっとダリーって言ってるぐでたま書きました。いい、ちょっとなんか輪郭というかこの体がちょっと太くなりすぎましたけど、まあ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 、100人に聞いたら150人がぐでたまって言います。これはさすがに佐藤さん本当に。しかも佐藤さん確かねミスラと好きなあのブランドも一緒で、すごい共通点が一緒で、ぐでたま好きがね同じってなかなか珍しいから今回かけて嬉しかったです。たくさんね配信も来てくれてありがとうございました。今お礼が伝わってるかわからないけど本当に感謝してます。ありがとね、ちゃんとグデグデできたよ。ありがとうございます。そう、グデ玉です。グデ玉に見えますか？グデ玉を描いたんですけど。はい、水たまりじゃないよこれ、卵焼きね。目玉焼き、目玉焼き。ではこのままどんどん行きます。今日は12時にはならなそうですね。でも昨日の話を生かして今日は先にもうモバメも送ったので、モバメのことも心置きなく過ごしますよ。佐藤さん、なんでいけんな。なんでいけんなやろ。あ、昨日来れないって言ってた。あ、そっか、後でちゃんとあれに載せよう、ツイッターに。よし、あ、そうそう、白身白身、そう、目玉焼きの白身。ヨギボーでもないよ、ヨギボーでもなく、これは白身に座ってます、グデ玉がね。みんなに描いたイラストもねこんな感じになりましたよ。いっぱい描いたね。レイジまでやらないです。今日はやらないよ、みんなが寝るのも遅くなっちゃうし、ミスラも明日もねまた起きなきゃいけないので。はい、それでは次は4位です。よくどくどくどく、じゃん、金平さん、わーい、おめでたおめでた TV です。金平さんはさっきからたくさんコメントしてくれてたの知ってます。何がいいですか？イラストは何でも描くよ。ありがとね、ほんまに何でもいいよ。パチパチ。24時までやらないです、今日はやらない。期待させるねって、期待しないで、しないよ。てっぺんまで希望。まあみんなの希望は分かりました。結局0時までやるんで1000票。ミスラは23時45分までに終わるに500票。 X のアイコン変えたよ。早速ありがとう。
まあ後でね改めて画質綺麗なあげるからね、そっちも見てね。ありがとう。猫のリクエスト多いので可愛い虎で同じ猫か。任せな、オラに任せておくれ。みそらさ、猫を我が家にお迎えしてから虎まで可愛く見えてきた。もはやライオンとかまで。最近のついでジャンプ見せらしてへんのよ、あれ混ざりたかった。あれさめっちゃ楽しそうよね。ちょっと対抗してあそこに映ってへんメンツで今度やろうかなうちらも飛べるでみたいな感じで。住所送りつけるからマジで書いてくれたイラスト着払い。いやもう劇場とかに置いとくからみんな撮っていってほしい。ミスラの家にあってもあれやしな、みんなにね届けたいね。確かに0時までの準備 OK ですまあまあもしかしたら0時まで喋っちゃうかもしれないね、わからんけど。まあみんな眠くなったら寝てね。そう、天のやばいよな、めっちゃ面白かった。こうしてなんかスパイダーマンみたいな、今話題のね、今話題のスパイダーマンみたいでしたよ。トライラストほんまやな。残りのメンバーはちょっとリオピのとこに追加していただいて。うわなんかめっちゃ可愛いじゃんトラ。あ、トラって猫耳じゃないんや、丸なんや。生物の授業してる。ではでは書かせていただきます。こういうのは潔くいくのが。待ってちょっと待って、これはさちょっと虎じゃなさすぎひん？某夢の国のすぎるよね。ちょっと間違えちゃった。もうちょっと耳ちっちゃめですね、虎は。間違えましたダメね、生物をしっかり理解しなきゃ。こういう時はえいや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 。みそにはどんどん成長してるわ。この前までやったら多分これで耳が大きいことにも気づけてないと思う。多分ダンベルみたい。ほんまや。次郎さん、花束と風呂敷ありがとうございます。よし、虎にもちゃんとこの耳のとこのね丸はあるんだね。はいはい。で、わあやばい、島次郎みたいになってきた。某教育番組の島次郎さんみたいになってきた。いやでも正解やね、可愛い可愛いってことは島次郎やもんな。あ、タツさん、タツさん、タツさん、ごめんね夜勤の合間に。今確認しました。そうなんです、タツさんにもねイラスト描きたいので、全然いくらでも考えてもらって大丈夫なので何でも描きますよ。考えてください、全然いつでも大丈夫なんで。この枠が終わるまでに描きます。お前タツさんお帰りやで温かいコメントだね。虎だから、そう虎だからいいんだよ。島次郎みたいに可愛くなったらそれが正解なんだから。キュウキの画伯候補どうやろう。結構ね画伯眠ってるよキュウキには。てかミスラまだ生誕祭で色紙書いたことないから書きたいな。いやでもあかんわ、人物画はあかんわ。ミソラ人物画はダメですわ、下手くそだからその子を動物にしてもいいのなら書きたい。ちょっと可愛い虎やからね絶対に人を襲わなそうな虎を書いてしまった可愛い、絶対に草食べてるやろっていうわあかわいい虎やのに。えい、虎も尻尾が長いのか怪しい。あ、尻尾長いわ、よかった。で尻尾もしましまや、かわいいじゃん。日を重ねるごとに上手くなってるね絵が。もうみそにゃの進化止まらんで。これではでは描きましたよ。ででん、
きっぺいさんにトラちゃん描きました。もう絶対的に平和な、もうこの世界が平和になるのを描いちゃいました。きっぺいさんどうですか？うまくない？めっちゃ可愛くない？きっぺいさんもね、イベント期間たくさん来てくれて、出会いもショールームからやったよね。今日のペンライト何色振ったらいいですかって言って、そっからここまで長い付き合いになるとは最初は思ってなかったけど、今ではもういろんなこともね一緒にやってきて、今回もね一緒にイベント頑張れてすごい幸せでした。ほんまにありがとう。可愛く、ちょっと足以外とか言わんといて。足も可愛いじゃん。足も可愛いでしょ。ありがとね、本当に。足も可愛いよな、可愛いよな、ありがとね。ありがとう。足も可愛いじゃんこれ。ジローさん可愛い、ありがとう。そう、覚えてるよみんなとのね思い出も。リュウさんも可愛い、ありがとう。いや、みんなにたくさん褒められちゃってる絵を、いい気分です。タツさんはまだコメントしてらっしゃらないかな。ちょっとみんなタツさんからのあのリクエスト来てたら教えてください。これもね、もう取っちゃいますね。ダックスフントかな。違うよ、猫科のイラストレーター目指そう。猫科限定、猫科のみ適用されるミスラの画力。肉球なさそう。肉球、確かに肉球の入る隙間のない足を描いてしまったね。ちょっと足触れたらあかんとか言わないで、うまいじゃん。きっぺさんありがとう、こちらこそね、ありがとう、ほんまに。さてさて、昨日は終わるのかとあんなにも言われた配信がもう3位まで来てしまいました。時が経つのは早いんですね。ちょうど猫ちゃんの髪も残り3枚になっちゃったので、ここから私字のミスは許されません。字をミスしてしまった場合もう一回切らなければならない。緊張の一瞬です。ではでは、それでは3位、てりてん、ひろぞうさんです。パチ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 。ひろぞうさんはね、今日10時半までしか見れなかったみたいで、もうこの見守ってもらってる前では書けないんですけど、書いていきたいと思います。確かひろぞうさんはリクエストがなかったはずです。ですね。じゃあ私の好きに書きます。あと45分、いけますいけます。何書こうかな。まだ書いてへん動物なんかないかな。動物限定の絵師になってるから、みそら。ちょっと人は書けへんからね、人は書けないから。動物限定なんかある。動物、字をミスして髪を切り直してなんだかんだ24時。いや、ミスらないです、私は失敗しないので。ひろぞうさんありがとう、本当にありがとうだよ。なんか書いてない、動物ないかな。コツメカワウソ、ゾウさん。待って、コツメカワウソってどんなん。カワウソ、かわいい、かわいいんだけど。かわいい、コツメカワウソ描きたい。ゾウさんとかね、セミペンギン、あ、ヒロゾウさんなのでゾウ、確かにゾウも言いやんやけど、ちょっとミスラカワウソに一目惚れしちゃった。ちょっとカワウソ描くわ。かわいい、めっちゃかわいいじゃん。カワウソってどこにいるんですか。で、動物園にはいないでしょ。かといって水族館にいるかと言われたら、ん、めっちゃかわいいじゃん、めっちゃかわいい。どこに行ったら会えるんですか。難しいを言ったけど書けるかな。アーノンさんっていうコメントがいっぱい来てるけど、確かにアーノンさんめっちゃ似てる、かわいい。アーノンさんの可愛さってこういう感じやったのか、めっちゃ可愛い。水族館、ほんま水族館にいる。
なんで京都、京都府出身なんです私。てか京都弁ですか私って。あんまり京都っぽくないねって言われるんですけど、京都府出身なんですよ実は。コツメカワウソエリア賞白浜アドベンチャーワールド、それって何県ですか。カワウソカフェ、カフェもあんの。ちょっともうしゃべりすぎやみそら、書いてくれ。書きます。へえー、めっちゃ可愛いじゃんカワウソ、会いに行きたいな。和歌山、あ、行けるね。ちょっとおねだりしようかな、誕生日和歌山連れてってって言って。なんで和歌山行きたいのって言われそうやけど。でもミセラ鳥羽水族館も行きたいねんな。ミセラダイオウグソクムシが好きでさ、ダイオウグソクムシが鳥羽水族館にいるのよ。かわいい、ほんまにかわいい。カワウソ、カワウソってかわいいから川なんかな、カワウソの川。あ、タツさん、自分石川県なんでミスラちゃんがもう石川県イメージするもの、オッケー、石川県書きます。石川県っぽいもの書くよ。パンダもいる、いいじゃん、パンダにも会いたい、カワウソにも会いたいし、会いに行ってくるわミソラ。いつかちょっとあのカワウソとツーショット撮るからみんな待ってて。ひとみさん一目惚れしちゃったほんまに。待って、もう可愛い、あ嘘かも、ちょっと目離れすぎた。いやでもこれも個性やんな、この子のみそらなりに描いたカワウソの個性なんだからいいよね。なんか目の上に線があんのカワウソって、ちょっと分からへんけど。あれ、おも、あれ、あーでも生きてるわ、可愛いんじゃない。これがカワウソかどうかはちょっと怪しい。虫嫌いなのにダイオウグソクムシ、ダイオウグソクムシにはあるよ、ミスラ一目惚れしてん、ダイオウグソクムシ修学旅行で、あ海遊館にいんの、じゃあ海遊館でいいか。とにかくダイオウグソクムシに会いたい、見てみて。ダイオウグソクムシだよ、これは鳥羽水族館で飼ったダイオウグソクムシ。レッサーパンダも可愛いと思う、めっちゃ可愛くない。虫はめっちゃ嫌いやねんけど、ダイオウグソクムシだけは可愛いなって思うんだよね。会いに行きたい、海遊館行こう。店海遊館行ったことないねんな。カワウソの胴体めっちゃ可愛いじゃん、ひょうたんみたいな、なんかふにゃんって感じが。えいえい、ちょっと待って、細すぎたかもしれん。えい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 、いやギリこれはカワウソを名乗ってもいいんじゃないか。ちょっとあの骨格ウェーブな感じになっちゃいました。本物見たよ、本物、本物を見て可愛いなと思ったんだよ。これ指4本で合ってるかな。やっぱ難しい動物は難しかったみたいです。あ、尻尾が壊せてた、危ない。大変時間がかかりましたが、ヒロゾウさんのコツメカワウソが描けました。いやでもこれは可愛いんじゃないか、どう思いますか。みんなの意見をお聞かせください。可愛いと言っていいですか。ミスラ的には結構ね可愛く描けたと思ってるんですけど、イケてんなーですか。新キャラ、そう新キャラです、みそにゃんこハウスの新入りちゃん、コツメカワウソ、ヒロゾウさんに向けて書きました。ヒロゾウさんちょっと今ね直接感謝を言えなくてあれなんですけど、ヒロゾウさんもたくさんたくさん支えてくださいました。みそらのね新挑戦第1号
コツメカワウソを贈呈します。本当ね、ヒロゾウさんの意見とかにもたくさん救われてきました今まで。ありがとう、ほんまに。ちょっと足は、いや、オッケーだと思います。可愛いんじゃない？ヒロゾウさんありがとう。今言葉届けられへんけど伝わったらいいな。ありがとね。いや可愛いんじゃないか。ミソラは結構無限の可能性感じてきたわ。ミソラって結構うまいんじゃないかなって。大学そこ飯の裏側もいけんだよミソラ。ほんまに虫嫌いやねんけど、大浴足虫は可愛いなって思った。なんか分からへんねんけど、アミコにコツメカワスの書き方、アミ、アミタン、アミタンに教えんの分からへんで。ミソラもちょっと骨格ウェーブになっちゃったからさ、もうちょっとこうフォルムを可愛く書けたらよかったなっていうところがあるんだけど。それでは続いて第2位ですね。ちょっとずつちょっと時間がやぶくなってきているということで、えい、ちょっと細ペンの命がもうちょっとでつきそう。あ、そうだ、タツさんのリクエスト先書かなきゃ。ありがとう、書こう書こう。石川県のイメージやろ。ちょっと石川県一回、ちょっとこれちょっと一回あれですか、カンニングしていい？石川県石川県、石川県って何が有名なんやろ。みそら前石川県のねお土産で羽二重餅をおばあちゃんが買ってきてくれて、それが美味しかったんだけど、石川県有名なものでね調べちゃいます。うーん、草間弥生、横尾忠則など1980年以降に制作された国内外の現代美術作品。美術作品じゃ、石川県のイメージって言ったら、店本当に羽二重餅しか、店は本当食べ物に頭が侵略されてるので、前におばあちゃんが買ってきてくれた石川県のお土産の羽二重餅が美味しかったっていうイメージが強すぎて、このままだと羽二重餅を書くことになってしまうんです。それはいかん。特産品、リンゴとかのイメージあんねんけどな。石川県には美味しい秋のフルーツがあります。ぶどうのルービーロマン、いちじくのお清水いちじく、梨、栗、柿、リンゴ、めっちゃあるやんフルーツ。羽二重、シカじゃない、シカだけじゃなくて、その羽二重餅が美味しすぎて、あの羽二重餅のイメージはなんかちょっとねついてるよっていうねお話でございますよ。合成繊維物、織物、せんべいそれは違うな。なんかフルーツの盛り合わせみたいなイラスト描こうかな。なんかぶどうもいちじくも梨も栗も柿もりんごも特産品らしいです。だからあのフルーツバスケット描こうかな。今これフリックオンの ASMR になっております。あれも可愛い、可愛いの出てきました。これをミスラなりに描いていこうかな。まあでもちょっと動物じゃなくなるから、動物、フルーツ、これはレイジ間違いなし。いや、フルーツあんまりイメージない。フルーツ描くのってちょっとあれかな、 KY って感じ、もしかして空気読めへん感じかな。魚の方がイメージあるの。じゃあ魚描こうかな。これでフルーツ描いて、あなた石川県のこと何も知らないじゃないですかって言われたらちょっと確かに悲しいから、魚描こう。海鮮、じゃあ海鮮のイラストって調べた中で可愛いやつ描きます。何個か食べ物基準かちょっとピクシブの二次創作みたいになっちゃうけど、いや、ほんなミソラはあの魚に挑戦します。もうさ、海鮮だからといってさ、あのあれですか、クラゲとか描いたら怒られるかなおま、唐揚げちゃうわ
クラゲはないやろって、クラゲはちゃうやろって怒られんかな。リュウグウの使い、ちょっといろんな、なんか魚系書いてみます。新たな試み、味噌には今まで動物しか書いてなかったので。てかあれだよね、キクラゲとかあるよね。でもキクラゲってあれなんやろ、キノコかなんかなんでしょ、クラゲじゃないんでしょ。味噌はずっとあれクラゲやと思って食べてたのに。まずはエビを描きます。その後にカニ描いて、なんか可愛いの描きます。他にちょっとエビ難しい、もう最初っから難しい。あーでもこれいける、味噌にゃの才能がいけると言っている。これはどうやって曲げさせたらいいの、体。あ、これ来ましたわ、才能開花 TV じゃん。こりゃやばいのが来たわ。もう味噌にゃええ下手とか言わないでくださいって言われちゃいそう、そのうち。うますぎて、それぐらいにはうまいですよ今描いてるイラスト。えい、いけるいける。急に、なんか急になんか描いてたらな、うまく感じてくんのよね。待って、うまいじゃん。待って待って、今までこんな才能秘めてたの、味噌にあって。うまっ。あとはなんか普通の魚描こう。これもはやアイコンじゃ、充電があれでした。どこまで喋ったんやろ味噌ら、みんなの前で。とにかくアイコンに収まるかぐらいの幅になっちゃいました。収まるかちょっと微妙といった感じの幅広い絵になってきました。魚にまでほっぺた描いちゃいますみそら、やっぱ可愛いにこだわってるので。エビにもほっぺ描きます。でカニか、あとはカニって、これ足何本や。ハサミアリーの、うわうまっ。お腹に丸があって、ちょんちょんってこうやって目が出てます。うまいじゃん。ほっぺた描こう、口ここでいいかな。あ、でも逆にね、もう0時に合わせに行こうかな、ここまで来たらね。10本でいいの。あ、ハサミ入れて10本、ってことは足は4本だね。こりゃうまいわ。来たわ、来ちゃった。はい、味噌にゃは動物以外でもいけるということを証明してしまいました。タツさんですね。はい、うまっ。エビめっちゃうまない、やばくない。はい、石川県のイメージを変えてということで、海鮮丼に、海鮮丼ってイメージから膨らまして、なんか魚をちょっと描いてみました。海の生き物をね。普通エビうまくない、これエビ、これカニ、これなんかアジとかその辺のやつです。タツさん、夜勤の中でもいつもね、来れる時間の合間を縫ってたくさん応援しに来てくれて、イベントが終わる頃には味噌ら推しっていうとこまでね付き加えてくれて嬉しいです。本当に出会えてよかったです。ありがとね、今日も夜勤頑張ってください。ありがとうタツさん、ありがとね。可愛く描けたので自信持って出します。ありがとう、本当にこれからもよろしくお願いします。ありがとう、ほんまに嬉しいです。カニ出したら、嘘、あ、ほんまや、危な、間違えて4-3にしちゃってました。4-3にしてたので1本としました。4-4に、はい、しましたよ。ごめん、
タツさん、こちらこそありがとうね。本当にこのイベント通して出会えて幸せです。ありがとう。足の数直しました。後でまたツイートするので。びっくりした、間違えちゃった。セーフ。ふう、危な。冷や汗。はい、とうとう2位まで来ました。あ、アジじゃなくてこれは何やろ。じゃあもうちょっと太い魚なんやろ。あ、ブリ。じゃあブリにします。ブリにしますね。ブリってことにします。それでは気を取り直していきます。せーの、第2位はドゥドゥン、川名さん。イエーイ、パチ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 。川名さんもいてくれてるよね今多分。川名さん2位だよ、ありがとう。ちょっとさっきの魚はブリでお願いします。わーい、川名さんありがとう。川名さんはリクエスト書いてくれてたっけ。あ、今から聞くんだね。リクエスト何がいいですか。何でもいいよ。みそにゃは覚醒しているので調子に乗っているから何でもいいよ。ちやさんありがとう。こちらこそね、ありがとう。本当にみんなにいつもね感謝してます。お任せ。みそにゃにお任せしちゃっていいの。じゃあ OK、 行くわ。どうしようかな。今度お話し会とかで石川県紹介します。紹介して。ちょっとね、みそらまだ石川県に対する知識が甘いんやなというのをね今日実感したから、たくさん教えて。でもほんまにハグタイ餅美味しかったんよ、お土産で買ってきてくれたの。楽しみにしてます。お任せ感はどうしよっかな。川名さんはでもなんか服がめっちゃおしゃれなイメージがあるからな。服がおしゃれな、なんかの動物描こうかな。何しよ、動物何がいいやろ。なんかさ、好きな動物とかない。ちょ、動物だけリクエストちょうだい。ほんなら服装はみそらが好みで描くわ。なんか川名さんに持ってるイメージみたいなんで、ちょ、動物だけちょうだい。ちょっと動物だけ、動物悩んじゃうわ。ハブタムチは福井よ。ほんじゃあさ、なんで石川県のさ、お土産でハブタムチ買ってきてくれたんやろ。なんか買ってきてくれたんよね、抹茶味のハブタムチ。それがなんかめっちゃ美味しくって。鳥？オッケー、鳥年なんや。味噌は何年でしょうか。正解は、あ、まだ言わんとこ。みんなのシンキングタイムを奪ってしまった。みんな味噌は何年やと思う。でも鳥って言ってもいろんな鳥がいるしな。あ、福井県が、あ、通り道やから買ってきてくれた。その説あるな。なんか石川県行ってきたからお土産でこれあげるわって言ってハブタイ持ちもらったから。確かに通り道やったんかもしれんね。うわ、めっちゃ可愛い鳥見っけ。サルドシ正解。みんな計算したでしょ。で、計算せな分からんから当たり前やねんけど。鳥です。みんなのこともちろん覚えてますよ。本当に覚えてるよ。金沢駅のハブタイ餅、あ、ちょっとハブタイ餅へのあのみそらのあの淡い夢が砕かれた気分やわ。石川県のお土産やと思ってたら意外とどこにでもあるんですね。そうなんや。みそらは猿年です。小さい頃はね、そのなんか何年とかさ、何座とかまで全部なんかステータスやと思ってて、なんか乙女座なのがすごい嬉しくって、女の子やから乙女座みたいな、なんかまあ乙女座なんでみたいな嬉しかったけど、ちょっと猿っていうのがちょっとさ、猿、モンキーキーやからさ、なんか犬年みたいなさ、そういう可愛いネズミ年とかウサギ年みたいなさ、なんか可愛いのが良かったなと思ってました、昔は。もう生まれてきた年やねんから関係ないのにさ、ちょっともうね、それをステータスやと思ってました。
え、猿のコメント拾ってるよ全然。みんなが猿って書いてくれてたから猿を拾ったんだよ。ごめんね、悲しい気持ちにさして。パッて見た時に見えたコメントを意外と拾う感じにはなってるんだけど、タイミングが合わなかったらごめんね。とにかく鳥を描くよ。まあそう、ジョージとかさ、なんかリスザルとかってすごい可愛いんやけどさ、なんか世間一般的に確かになんかモンキーって言われて、なんかあれよね、猫とか犬より可愛いかって言われたら、ちょっと人によるよ、人によるんだけど、その小学生とか幼稚園生のイメージ的には猿よりかはなんかウサギとかの方が可愛いみたいなイメージがあってそういう感じ。別にそれだけやねんけどね、なんかウサギ年が良かったなとか思ってたよ昔はね。今は全く何も思ってへんけどそういうの思いがちよね、幼少期って単純だから。鳥2匹描こう。石川県だったら金つば、アンコロ、雪うさぎ、え、全部初めて聞いたかもしれない。みそら全部どんな感じですか。あんこ入ってますか。あんこあんこ入ってたら食べれないんですけど、あんこ入ってなかったら味噌は基本和菓子とかはねめっちゃ好きですよ。わかる、ほんまわかる。そう、まあ女の子やし味噌はそういうのに結構ねこだわり人間やったんで、乙女座のことにはねめちゃめちゃ喜んでたんやけど、さて鳥におしゃれな服を着せようおしゃれな服どうやって着せよう。僕の世代みんなヘビ。まあそらそうでしょ生まれた年で決まるんだから。今日はね可愛い方の鳥を描きます。雪うさぎ知ってる。え、みそら知らん。ああんこ固めたやつダメです。あんこはちょっと NG だった。そう、あんこ NG やから、やのに和菓子好きやから、ちょっとなんか選択肢が狭いみたいな部分があるのは確かにそうなんですよね。8月24はそう、ギリ多分前日ぐらいからが乙女座なんですよね。八つ橋も生八つ、そうよ、みそらも生八つ橋しか食べない、あんこ食べれへんから。生八つ橋を食べて美味しい美味しいって言ってますいつも。めっちゃ可愛いんですけど、じゃあ片方の鳥は普通の見た目の鳥ちゃんにしちゃって、もう片方の鳥をおしゃれ鳥にしよう。手がなんか、あ、でも鳥やわ急に不安になって。たい焼きもあのあんこじゃなくてカスタードをいつも選びますね。アンパンも無理です。あんこ無理仲間ね。ちょっとあんこって無理な人多いよね。水羊羹とかもまあ食べるっちゃ食べるんですけど、なんかプルプル系の和菓子よりかはなんか皮とかに包まれてる系の和菓子とかの方がどっちかっていうと好きです。ちょっと一瞬見していい？可愛いよ。ちょっと一瞬手ミスったかなと思ってんけど全然ミスってなかったわ。おしゃれな服どうやって着せようかな。おしゃれ服イラストもう全部イラストに頼っちゃう。いやでもなんか川名さんの服のイメージはなんかすごいシャツ、シャツを着こなしてるイメージがあるからシャツを描きたいな。赤、ええ赤服は食べれんねん。赤服、赤服食べれんのよ。赤服はなんか美味しすぎて食べれんのよ。みそら、まあでも基本的にあの何やったっけ、つぶあんが結構苦手が一番強くて、こしあんは場合によっては食べれる。で白あんはめっちゃ食べます。白あんは食べれんねん。シャツってことは首元になんかあれですね、特徴的な襟があれば
シャツを着てるっぽくなるのではないのかという。むずっ、自分でこの絵描きますって言っといて難しいな。でなんかネックレスとかもつけたいな。ネックレスどうしよう。待って、ほんまに難しい、本格的に難しい。ちょっと今日一の美空のあの実力を出す時が来ました。うわ、なんかネックレスなのかこれ、怪しいぞ。いやでもネックレスだと信じて、これはネックレスだ。んでこっからおしゃれな服を着てるから袖をつけて、でもこの子自体は鳥だからちゃんと鳥であることを忘れずに。難しい。あ、佐藤さんや。ちょっと一瞬佐藤さんに見していい？佐藤さん見てください、私めっちゃ可愛く描けたんです。佐藤さんありがとね。そう、佐藤さん時差になっちゃったんですけど、本当にイベント期間ありがとね。佐藤さんとはぐでたま、数少なきぐでたま仲間やし、好きなブランドも一緒だし、これからもいろんなお話したいなってめっちゃ楽しみです。だから今回でね、もっと仲良くなれた気がして嬉しいです。本当にありがとう。こちらこそありがたいで、ほんまに。あと15、いやいけるね、みそにゃの実力ならいけます。ピヨピヨです。かわいい。ちょっと待って。あ、でもひよこに耳がないのが悲しいな。川名さんのおしゃれな耳を描きたかったけどダメだ。あー、しゅんたくんレインボースターありがとね。いや、いけるね、残り15分、みそにゃならいけます。鳥の耳ってどこやろ。耳、あーでも耳、変に耳にイヤリングとかつけ、可愛くなくなっちゃいそうだからやめよう。ちょっと可愛すぎるかもしれない。できました、見せますよ。恐れはしながら、あ、間に合い、全然間に合ってますよ。ありがとう、こんばんは。いや、今日中に終わります、絶対。遅れて申し訳ないです。いや全然全然、ありがとうね、来てくれて。15日も当たれパワーを送ります、みそら。会えますように。ちょっと川名さんこれめっちゃ可愛いです。ちなみにいきます、せーの、はい、これめっちゃ可愛くない？こっちは普通の鳥で、こっちは川名さん鳥。ほんまはちょっと耳がある動物だったらイヤリングも描きたかったんですけど、可愛くできました。すごい、川名さんはシャツとかをね、かっこよく着こなしてるイメージがあるので、ちょっとお洋服を着せてみました。どうですか、いいんじゃない？かわいい。川名さんはね、いつも美空を甘やかしてくれて、だからこうやっていつもね、のびのび入れるんだけど、本当に公園もたくさん来てくれて、いつも見つけてるからね、ほんまありがとう。このイベント期間でね、もっともっと仲良くなれて本当に嬉しいです。そう、これ隣はまあ美空です。美空です。美空ってことにしとこ。ほんまにありがとう、いつも。これからもよろしくね。ありがとう、本当に嬉しいって、こちらこそだよ、ありがとね。可愛く描けました。ありがとう。さてさて、本日も大鳥にやってまいりました。ちょっとみそにゃの画力が果てしなく上手くなってきたところでね、今日の締めといきましょう。ありがとう、いやこちらこそありがとね、川名さん本当にありがとう。それでは字間違えちゃダメだよ、みそにゃ書けるよ。しかもやっぱね、綺麗に書きたいよね。はい、めっちゃ綺麗に書けました。時間も間に合いますよ。あんこがダメの店、サブ、ゴジラサブレ、さっきのやつもしかして全部あんこですか。1、い、
ょっとキラキラ書いとこ。味噌には書き上げれます。ドク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 ちょっと昨日言ったんですけど、ドク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 じゃん。1位はリュウさんです。ジャガジャガーン、ありがとうリュウさん、間に合うよ、何でも書くよ。味噌にゃんは今覚醒してるから、リュウさんのために何でも書きます、上手に何でもいいよ。あ、平久平久さんパチパチありがとう。リュウさんありがとうね、本当に。何がいい？何でも書くわよ味噌にゃん。猫でお任せ。オッケー。やっぱほんならリュウさんのかっこいいリュウっていう名前と共演させよう。普通に生きてたらさ、ドラゴンと猫って共演しへんやん。そこをミソニャは実現させていくっていうね。猫はもう見ずして描けそうだけど、ドラゴンはちょっと調べます。あ、写真のドラゴン出てきちゃった。ダメダメ、なんかファイナルファンタジーみたいな綺麗な絵柄のドラゴン出てきた。ダメよ、ちゃんと今日ダンジョンも見ますから待っててくださいね。夢のコラボレーションしちゃいましょう。ちょっと書けるかな、でも難しい。書けるかな。いや、書けます、絶対書けます。みそらなら書ける。ちょっと可愛い、可愛くしちゃおう、可愛くしよう。もうちょっと禁断の手を使うわ、可愛く書きますファイトありがとうちょっと自分でハードル上げてるんだけど、ちょっとごめん、先に言わして、可愛く書くわ。あー、しゅんたくハートありがとう。そう、ハート可愛く書くからね、可愛く書くから。ちょっと猫とのコラボやからちょっとね、アンバランスにもならないようにちょっとね、可愛い可愛い理由を書こうかな。ね、ハードルは上げてないよ。ちょっと可愛いイラストが出てきたので、それをちょっと参考にしながら書いていきたいと思います。ちょっとね、リュウさんにたくさんの感謝の気持ちを込めてこのイラストを描きたいと思います。ではミソラがあのドラえもんの映画で一番好きやったのがのび太の恐竜のやつだったんですよ。だからちょっとドラゴンっていうかリュウの類と恐竜はちょっとちゃうのが分かってるんですけど、まあ、一番好きやったのがのび太の恐竜だったというね、その経験を生かしてあのピースケが出てくるやつね、あれがすごい好きやったから。はい、ドラゴンにまで私はほっぺたを描いています。はっ、奇跡、かわいい。ミソラちゃん生まれて、え、嘘やん、生まれてない、ほんま。ミソラ、あれの映画を一番見たんだよね、人生で一番。あ、でもキティちゃんな、キティちゃんも確かに、ね、猫やしな。キティちゃんはでもあんまり描く機会がないから逆に下手くそになっちゃうかもね、ミソラが描いたら。でもこれはめっちゃ可愛いかもしれないいや、またハードル上げちゃった。あ、リメイク版かな、リメイク版があるのかな。そうそうそう、ピースケのやつ、クイーって泣く、ウィーウィーって言うてて、ついてきちゃダメだダメだよって言って、もういつもあのシーンで泣いてたね、子供ながら。うわ、やばい、かわいい。やっぱりみそには今日覚醒してます。はい、まずは書けましたよ。今は54分、あと2分ぐらいで猫を書くぞ。これの自画自賛、ちょっと
え、ちょちょ、自画自賛してもしゃあないぐらい可愛い、さすがに。でこの目の前に猫ちゃんを、あーでもこの体格差を描きたいから猫はちっちゃめにしよう。猫ちっちゃいからね。猫って座ってたらお餅みたいですね。あら可愛いかも、抜群に可愛いかもしれない。あら可愛い、ちょっと真剣すぎて無言でごめん真剣すぎたわ、ごめんな。ちょっとリュウさん、これはあの期待してください。めっちゃ可愛いです。ちなみに、よし、書けました。満を持してお披露目したいと思います。はい、見てこの顔、絶対的に成功した人の顔をしてる。いきます。じゃん、かわいいめっちゃかわいくない？見て、かわいくない？このポイントとしては猫の方が平然としてる感じです。この未知の遭遇にドラゴンの方が驚いちゃって、猫の方が平然としてる、まあ、これはリュウさんとミソロですかわいい、ありがとう。でこっちこそありがとうね。まあね、リュウさんは初めの公演からかな、ずっと会いに来てくれて、配信のねコメントとかでもなんか多く語らない感じがすごい、なんかでも多く語らへん中に時々愛のあるコメントをねピュッて送ってくれるのがすごいね、あの気持ちが伝わってめちゃめちゃ嬉しいんです、いつもあの公演来てくれてる時のあの優しいね笑顔もいつも見えてるし、本当にたくさんたくさん支えてくれてありがとう。もうねこの絵だけでは伝え、充電がいつも本当に心から感謝してるよ。もうありがとね、おとついも公演会いに来てくれたし、ほんまにありがとうまたこれ後であげるから、よかったらどっかで使ってねほんまにこの絵だけじゃ伝えきれないんだけど、本当にもうめっちゃめちゃめちゃたくさん感謝してるよ。もうほんまにありがとう。このイベントもたくさん支えてくれてありがとね。1位です、ありがとう。本当に中小春さんパチパチありがとうございます。スタバさんハートありがとう。みんな12時までやらないって言ったのに結局ギリギリでした。でもみんなにねこうして感謝を伝えられてよかったです。イベントは終わっちゃったけど、ここにね名前書けなかった人のことまでみそらは本当に感謝してるし、このイベントを通してねみんなへの愛も深まったし、みそらのことも知ってもらえたと思うし、みんなのこともたくさん知れて本当に幸せでした。もうねお礼配信終わっちゃうんだけど、感謝の気持ちはこれからも一生忘れないので、みんなこれからもよかったら一緒にいてくださいね。壇上を爆速で読みたいと思います。それでは13位、ゆゆゆさんありがとう。12位、日高浩二ありがとう。11位、しゅんとくんありがとう。10位、山俊さんありがとう。9位、佐藤さんありがとう。8位が平八さん、改め平九さんありがとう。7位、中小原さんありがとう。6位、深夜さんありがとう。5位、しゅうくんありがとう。4位、川野さんありがとう。3位、きっぺいさんありがとう。2位、たつさんありがとう。1位、りゅうさんありがとう。全然もうみんなね無茶ぶりとかそんな気にしないで、もうみんなにねあのリクエスト答えたりとかお任せで楽しめて本当に良かったです。
ここで伝えきれるほどの感謝ではないというか、もう本当に果てしなく地球の果てまで感謝してるので、これからもねここで伝えきれなかった分の感謝は自分のこれからの態度とか活躍で示していきたいなと思います。今日も結局こんな時間になっちゃってごめんね夜遅くまでありがとう。みんなたくさん寝てたくさんご飯食べて、明日も幸せに健康に生きてくださいありがとね、みんな最後までありがとう。じゃあね、おやすみ、バイバイ切るよ、バイバイ。